二代目、川島神兵衛から1910年5月5日は、日本の織物業者、提出疑原員。陽名はベンジロー、号は、恩輝き賢主人。1853年6月28日、山城国境と六角堂町に、父、初代川島神兵衛、母、愛子の長男として生まれる。1859年、平井義直の下で学問を収め、 その傍らで初代と共に、加賀をはじめとする各地を巡回し織物業の実習を受ける。1868年には単身で、甲州等の織物業を巡視する。1876年11月4日、三村春子と結婚する。1879年3月15日、初代が病没したため、加盟を継承する。同年秋から、 初代の医師でもあった朝鮮貿易の視察のために朝鮮に渡航する。1881年2月、丹後地理面の改良に関する建白書を京都府知事に提出する。その後、その建白書の趣旨を実行し、丹後地理面に西陣織の技術を応用し、新製法を国内外に伝播する。1884年、西陣織物工場を建築する。 1886年、品川矢次郎の命により、ドイツ提出へ堅納するドンス表儀模様式を完成させる。これを機に品川との縁が生まれ、同年3月15日から海外視察のため、品川一行と神戸港を出版、約1年かけて、ドイツ、フランス、オーストリア、イタリアと欧州の織物技術を精力的に視察して回る。この時、 ゴブラン折りと日本の綴れ折りが同じ原理であることを知り、綴れ折りを改良すれば、欧州より、精緻な美術染色が作れると確信する。翌年貴重の後、自宅の一部に西洋式の建築物を新築し、川島織物産交換と名付ける。そして、試行錯誤しながらの綴れ折り機の改良が始まり、広幅用綴れ折り機など、 輸出用美術染色政策のための実用化ツールを蓄積していく。1891年2月26日、区内省織物御用達を公表される。1892年9月14日、緑地方省を受ける。1895年8月13日、妻、春子が亡くなる。1896年、個人事業として行ってきた川島家の織物事業を、 会社組織に改めて、川島織物合資会社を起こす。1898年2月9日、提出議原因を仰せつけられる。1902年3月22日、君六等随法庄に除せられる。1906年5月26日、長女、き子と、井上36が結婚し、無こう用紙を迎える。1907年、 川島織物合資会社の出資を全部買収し、個人事業として、川島織物賞を起こす。1910年5月5日、自宅にて死去、去年58歳。改名は、新清院尺清島こと。肘方久本記号の、恩、輝きの額をいただいたことを由来とする。官報には、6日死去とある。試作品の一つと見られる、アジサイ取りずつずれ織額が、 川島織物文化館に所蔵されている。ありがとうございます。